トラテープとは危険箇所などの理由で立ち入りするべきではない場所へ誤って人が侵入しないように注意喚起を促すための黄色と黒による斜めのストライプ模様をつけた帯状のテープやシール状のものを指す通称である。正式の名称は特になく警戒用テープやポリスラインとも呼ばれている。目的は人の立ち入りを制限したり、 周囲の人に注意喚起をするため、床や壁などに貼り付けたり空中に渡したりして、目立たせるために使用される。他にも、動力機械の周囲の稼働部の範囲を示したり、工事用車両の前面や側面に表示されるほか、高電圧を扱う施設や区画に使用されることが多い。また、事件、事故現場において警察などによる捜査が行われている場所においては、 一般の人の立ち入りを規制する目的で使用されるが、この用途で使用される場合には、ポリスラインや規制線などとも呼ばれる。日本標識工業会のサイトによれば、JISZ9101 では、黄色と黒の幅について、具体的な数字の定めはないものの黄色と黒の幅は同じとされ、それぞれの車線の角度は45度と定められている。トラと呼ばれる由来は、 本来警戒色として使われることの多かった金色と黒色の組み合わせを動物の虎になぞらえたことから来ている。このため虎テープのことを単に虎と呼ぶこともある。ありがとうございます。